明けましておめでとうございます。クラシック音楽期間2023年最初の動画は、今年メモリアルイヤーを迎える大作曲家たちがテーマです。今年はこの動画であげる作曲家の作品がいつもより聴けるようになるかもしれません。またコンサートの企画のアイデアのヒントにもお役立ていただけたらと思います。今回は生誕100年、150年、200年、400年と没後70年の作曲家を集めてみました。それでは早速行ってみましょう。セルゲイ・ラフマニノフ。やっぱり最初はこの人でしょう、ラフマニノフ。名曲のピアノ協奏曲第2番、今年はいろんなところで聴けそうですね。ちょっと古いけど、ラフマニノフがソリストを務めている音源を流しています。ラフマニノフは1873年にロシアの裕福な貴族の家庭に生まれました。幼い頃から抜群の音楽の才能を示し、12歳からモスクワ音楽院でピアノや作曲を学びます。チェコスキーはラフマニノフの才能を評価してかなり可愛がったそうです。アレンスキーに和声を、タネーフに大砲を学び、同期のライバルはスクリャービンという素晴らしい環境で勉強を進め、18歳でモスクワ音楽院ピアノ科を首席で卒業します。その後も作曲の勉強を続け、快進撃が続きました。ところが1897年、24歳の時に交響曲第1番が初演されたんですが、これが大失敗だったんですよ。でラフマニノフはしばらく作曲ができなくなるほどの痛手を負いました。作曲にはちょっと自信がなくなってしまったので、しばらくは演奏活動のみを続け、ようやく1900年頃から創作意欲が回復。ピアノ協奏曲第2番を完成させ、自分自身でソリストを務めた初演が今度は大成功を収めます。この成功によってラフマニノフは作曲家としての名声を確立するに至りました。1917年ロシアで10月革命が成功すると、彼は家族と共に祖国を後にし、二度とロシアに戻ることはありませんでした。翌年アメリカに渡り、コンサートピアニストとして活躍します。アメリカに渡ってからは作曲意欲がすっかり衰えてしまったそうで、作曲をしなくなった理由をこのように語っています。もう何年もライ麦のささやきも白樺のざわめきも聞いていない。ラフマニノフについては今年は早々に動画を制作してみようと思いますので、どうぞ期待していてください。次は生誕200年、エドワール・ラロです。この人の名前はヴァイオリンやチェロをそれなりに学んだことがある人には馴染みがあるかと思います。ヴァイオリンの場合はスペイン交響曲、チェロの場合はチェロ協奏曲が有名ですね。この他にもピアノ三重奏やオペラなどもあるんですが、めったに演奏されることはありません。まあ今年はメモリアルイヤーだから、それらが聴けるチャンスや楽譜の出版があるかもしれませんね。ラロはフランスの作曲家で、ヴァイオリニストでありヴィオリストであった人物です。祖父の代まではスペインにいたようです。有名なスペイン交響曲もその名の通りスペインの香りたっぷりです。19世紀のフランスはパガニーニと並ぶヴァイオリンの巨匠サラサーテの影響なのか、ほとんどスペイン風味の作品が結構あるように思います。サンサースのヴァイオリン協奏曲とかもそうですよね。ちょっとここら辺も興味があるので調べてみようかなと思っています。次は飛んで生誕400年ですね。ヨハン・アダム・ラインケン。この人を知っている人がいたらかなりのクラシックマニアかと思います。ラインケンはハンブルクで活躍したオルガニストで、この時代に99歳まで生きたというんだから、とんでもないご長寿です。教会オルガニストとしての仕事の傍ら、まだ珍しかったコンサートオルガニストとしても活躍したそうで、ヨハン・セバスチャン・バッハもこの人のことを敬愛していて、それほどのスーパースターだったということのようです。即興に強かったようなんで、ほとんど即興で何でも弾けちゃって、それで譜面があんまり残ってないんですよね。唯一残ってる室内楽が音楽の園という曲集があります。この作品をバッハはチェンバロソナタに編曲してもいます。では次は生誕100年の作曲家です。ここはまだ著作権保護機関の作曲家たちとなるので、ちょっと BGM としては使えないんですが、リンクなど貼っておくので気になった方は聞いてみてください。ジョルジョ・リゲティです。リゲティは現代音楽の巨匠ですね。1923年5月28日旧ルーマニア領のトランシルバニア地方で生まれました。父は銀行員、母は眼科医で、ユダヤ系ハンガリー人の一家でした。
14歳でピアノを始め作曲もするようになります。しかし10代の彼は数学にのめり込み科学者を志していたそうです。クルージュ大学に数学と物理で入学試験を突破しますが、当時のハンガリーではユダヤ人の入学制限があったため入学を拒否されてしまいました。音楽学校は受け入れてくれたので、そこで音楽理論と作曲を学ぶことになりました。しかし第二次世界大戦の勃発によって学業を仲間にしてハンガリー陸軍へ徴兵されることになり、ユダヤ系であったため強制労働という大変厳しい境遇に置かれてしまいます。同時に家族はドイツの強制収容所へ送られ、父と弟はそこで落命という壮絶な青年期を送りました。終戦後は古代などの下で学び、1956年のハンガリー動乱を機にウィーンへ亡命しました。それまでの抑圧された世界から西側の自由な世界に触れ、またシュトックハウゼンなどの電子音楽にも接して、リゲティは新しい境地を切り開いていきました。リゲティを有名にしたのはスタンリー・キューブリック監督の映画2001年宇宙への旅の中で彼の作品が使用されたことです。キューブリックはその後もシャイニングやアイズワイドシャットでリゲティの作品を使用しました。2001年にリゲティは日本で京都賞を受賞しています。その受賞理由のページには彼の作風が次のように解説されています。偶然性の技法であれ、現代音楽のあらゆる技法様式の限界や束縛を超えた地平に創造の可能性を求めるリゲティ氏は、自らが置かれた政治的に厳しい状況の中でも鋭い批判精神と豊かな独創性を絶やすことなく、終始一貫した強い意志により活発な活動を今も続け、人間味あふれる豊かな響きによって世界の人々を魅了している。ちょっと難しい文章ですけど、まあその名の通りリゲティの作品というのは結構難解ですが、ただこの先何百年も残っていく素晴らしい芸術だと思います。もう一人生誕100年の作曲家をご紹介しましょう。中田義直です。中田義直の作品といえば夏の思い出ですよね。小学校の教科書にも載っている名曲です。これも著作権の絡みがあるのでリンクだけ貼っておきます。生誕100年の方々は第二次世界大戦と無関係ではいられませんね。中田義直の人生をざっと見てみましょう。1923年に今の東京都渋谷区に生まれました。ピアニストを志して東京音楽学校のピアノ科へ進学します。しかし第二次世界大戦の勃発で宇都宮陸軍飛行学校へ入学し、戦闘機パイロットとして訓練を受けました。陸軍少尉としてインドネシアやフィリピンなどの南方戦線を歴任し、特攻隊要員として終戦を迎えました。戦後は伴奏者として活躍する傍ら、作曲家としての活動を始め、 NHK ラジオ番組での楽曲提供に関わり、たくさんの童謡や歌曲を生み出しました。さあ次は没後70年です。セルゲイ・プロコフィエフです。これなぜ没後70年を取り上げたかというと、作品の著作権保護期間が作曲者の死後70年間だからです。2024年から上演の機会がさらに増えてきそうな作曲家ということで取り上げてみました。プロコフィエフは帝政期のロシア、現在のドネツク州ソンツォフカにて生まれます。 Google マップで調べてみたんですが、2022年2月から始まったウクライナ侵攻で散々に攻撃された地域が近くにたくさんありました。まさに今話題となっている地域の出身だったということは少々驚きでした。サンクトペテルブルクの音楽院で学び、ピアニストや作曲家として活躍しますが、ロシア革命を契機にアメリカ亡命を決意します。しかし1929年の世界大恐慌の後、演奏の機会が減ったことを理由に、スターリンによる粛清の嵐が吹き荒れていたソビエト連邦へ戻る決意を固め、1936年に家族と共に帰国しました。1953年にこの世を去るまでソビエト連邦にて活躍し、近代ロシアを代表する作曲家として名を残しています。最初の妻とは1947年頃に離婚してるんですが、その後その妻がスパイ容疑をかけられて強制労働の罰を受けたりと、この方の人生も深掘りするほど面白そうです。ロシア時代の作品はすでにパブリックドメインになっているので、今年はプロコフィエフもこのチャンネルで取り上げてみようと思います。ということで、今年メモリアルイヤーを迎える大作曲家、いかがでしたでしょうか。
このチャンネルは去年秋から始めたチャンネルで、週1回木曜日の午後7時に更新しています。長い歴史を持つクラシック音楽には様々な人生のドラマ、歴史のドラマが潜んでいます。そんな物語を紹介していくことでクラシック音楽の魅力を広められたらなと思っています。今日のお話が気に入ってくださいましたら、ぜひチャンネル登録をお願いいたします。それでは今年もどうぞよろしくお願いいたします。また次の動画でお会いいたしましょう。